ないし、ね、さっきの変速中に分かった、あれがねって言ってね、まあ、音階っぽく弾いてるところもあるけど、とにかくあれはね、シリカードにとってね、不都合な変速中になる。じゃあ、セルも自然、まあ、糖度とか、あるいは、楽度、不要度の波動に切り替えて、うちにちょっかいかけてこざらえようになるやろ。人間にちょっかいかけてこざらえよう、ね。で、だから、じゃあ、それはね、セルもにとって、まあ、バンコ、パーンにとって、命取りになる。シリカ度が壊れちゃうから。まあ、糖度でも壊れてるけど、陶磁器の原料。バクテリアに壊れてるってことね。楽陽度、不陽度になったらもっと壊れてるわけ。バクテリアに。いや、ちょっと待って、じゃあシリカ度は壊れてないわ。として。シリカ度がじゃあなんで生きてるんですか、セルモが。で、バクテリアに壊れたら、シリカ度がバクテリアに壊れたらなんでセルモが死んだことになる。バクテリアに壊れない。シリカ度のままのなぜ、セルモバンコパンが生きてることになるんですかと思うやん。シリカっちな結果で神経系みたいなもんやから。神経以外死んでんねん、実は。バンコっちゅうのは、パンっちゅうのは。そうでしょ。で、もしそこに生命活動があったら、それはバクテリアの生命活動やん。まあ、いわばね、土自体にね。土自体にね、生命活動があるか、あるとすれば、それはもう、バクテリアの、ね、細胞活動やん。ね。代謝してんねん。ところが、シリカの場合は代謝じゃなくて、そのね、要するに光ファイバーをずっと、かつてセルモだった光などが走ってるだけやからね。それを絶対光はね、まだ生きてる状態で錯覚するのよ。コンピューターみたいに。AI みたいに。AI とコンピューターの関係みたいに。それがシリカ度の特徴かな。そのシリカ度にとってめっちゃ苦手な波動にしたいわけだね。じゃあ、セルモは自然、少なくとも糖度、あるいは楽陽度、不陽度の波動に切り替えざるを得ない。それはバクテリアを共鳴させてしまう。シリカ度を分解していくバクテリアを呼んでしまうことになる。だから、さっきの変則中には、生命体の、私たちみたいな、生命体の健康にはめっちゃええわけ。ね。霊障にももちろん強くなる。で、それも自殺戦術を取ってきて、バクテリアに食われながら、なんとか生命体にちょっかいかけようとしてくるわけ。なんで俺が生きてないんやっていう形で、神経だけになった状態で、バンコパンセルモが苦しんでるわけね。今回のセルモのことちゃうよ。以前のセルモの虫。まあ、いいのかな。でしょ。今回のうちがこう通った銀河薬セルモは、もう土になったからね。で、じゃあその影響を受けちゃうわね。土になった、要するに、腐葉土になったセルモがおるの。うちの家に。それを使ってきようね、このセルモ。人間、あるいは、とりわけうちにちょっかいかけるから。ん？じゃあ、私たち生命とは健康を回復するわけ。で、それは結局、こういうモバイルにとってどうなんですかって言ったら、別にそっちも対応できてるからね、多分ね、モバイルはね。その弱酸性の土地や、インドみたいな土地とか、対応できてるでしょ。なんか問題になっちゃう。そのシリカ系の土地の方が、かえってモバイルは苦手になっちゃうかなって気がするけどね。じゃあ、逃げ出し、逃げ出しっていうふうに、セルモン以外思えるわね。